はい、それでは、核エネルギーについて学習をしていきましょう。実はもう前回やった、何でだっけ、質量エネルギーのところで軽く説明していますので、もうほぼほぼ、全部説明したことにはなっているんですが、今回ですね、A と B という原子が C と D になったというふうにして考えていきましょう。まあ、核分裂か核融合かちょっとようわからない状態ですけどね、まあ、核融合とも言えないし核分裂とも言えないですけど、まあ、どっちでも結局は一緒なので、まあ、核融合だったら、エネルギーを、もらえますけどね、ごめんなさい、嘘ですね、核融合だったら不安定な状態から安定した鉄の方に向かっていきますからエネルギーを出しますね。核分裂でも一緒ですね。不安定な状態から安定した鉄の方に行きますからエネルギーを出しますね。間違って言ってしまいました。すいません。なのでどちらも発熱反応ですね。で今回はどっちがどっちかわからないですね。A と B という状態と C と D という状態がエネルギーが高いのか低いのかというのは全くわからないんですけど、まあ、一応 A と B の方がエネルギーが大きいとしておきましょうか。で、C と D になったとして考えていきましょう。はい、では見ていきましょう。エネルギー図をしっかり書いていきましょうね。科学でもおそらく皆さん書いているとは思うんですけど、すごく理解がね、ぐっと頭に入ってきますから、ぜひ書いてほしいところです。じゃあ今 A と B の方がエネルギーが高かった、不安定だったから、安定な C と D になったものとして考えていきましょう。C か D ですね。はい、じゃあこれで考えていってほしいんですが、今回のですね、まず発熱ですね、核エネルギー、この反応において出てくるエネルギーというのはこの部分ですよね。なのでこれさえ計算できてしまえばいいと。でこれはどうやって計算するかというと、もちろん A と B、C と D の、それぞれの状態におけるエネルギーが分かってしまえばいいということでしたね。でそれはどうやって出せるかというと、質量が分かっていたらその物質が持っているエネルギーというのが分かってくるということでしたね。なので A と B というのは質量が MA たす MB になっていますから、それに C の2乗、光の速さ C を2乗したものを掛け算してあげると、その個でのエネルギーが出てくる。同様にですね、 C と D についても同じように質量を足したものに C の2乗を掛けてあげると、その状態におけるエネルギーっていうのが出てくるわけですよね。じゃあこの時の発熱量ってめちゃくちゃ簡単ですよね。すぐ一瞬で出てきますよね。高い方がこっちですが、これからこれを引いてあげたらいいんですよね。なので MA+MB 引くことの、括弧してですね、 MC+MD これの2乗、C の2乗をしてあげたらいいだけですね。なのでものすごくごっつごっつごっつ簡単に出てきましたというところなんです。はい、ではそれに対して、これだけだったらすごく簡単なんですよね。質量エネルギー使ってあげたらそれぞれエネルギーが出て簡単に計算できますから、引き算してあげたら出てきます。でもう一つは結合エネルギーっていうのを使って解いてくださいっていう問題ももちろんあるんですよね。じゃあちょっと思い出していきましょう。結合エネルギーっていうのはどんなエネルギーだったかというと、核子、陽子と中性子がバラバラの状態からその原子ができる時に、放出するエネルギーのことでしたね。で、核子がバラバラの状態というのは正直ありえないですね。僕らも原子でできています。炭素とか酸素とか水素とかでできているんですけども、それぞれがバラバラの状態になったら僕ら存在できないですよね。バラバラですよね。そんな画像はちょっと作れないですけど、バラバラの状態で存在し得ることなんかできないんです。ということはかなり不安定、エネルギーがすごく高い状態なんですね。なのでバラバラの状態というのは非常に不安定で、かなりエネルギーが高いんですよということですね。なので核子バラバラの状態です。これが一番エネルギーが高いんですよ。じゃあそこから A と B になるためのエネルギーっていうのがそれぞれ EA と EB 必要なんですよね。いけますか？ちょっと色を変えてみましょうか。なので各子バラバラの状態、各子の数は一緒ですよ。各子の数は変わらないというのは核反応においての、一つの、決まり事でしたから、各子の数は変わらないですから、スタート位置は一緒ですね。 A と B をバラバラにしても C と D をバラバラにしても同じですよね。同じ数です。じゃあ各子がバラバラの状態から A になりたかったら EA、 B になりたかったら EB というエネルギーを出さなきゃいけないわけ。
ですよね。なので、ここからここまでいくらのエネルギー差があったかというと、EA かす EB ですよね。同じく、同じバラバラの状態からちょっと、種類を変えてですね、C と D になるためには、それぞれ EC と EB というエネルギーが必要だったんですよね。はい、じゃあもういけました。じゃあこの時の A と B から C と D になる時に出すエネルギー Q、核エネルギー Q っていうのはどうかけるかっていうと、もちろんこの結合エネルギーを使って表すこともできて、EC 足す ED から EA 引く、EA 足す ED を引いてあげたらいいというわけでしたね。すごくシンプルで簡単ですね。なので結合エネルギーって何だったか、それが分かれば簡単ですね。各子がバラバラの状態からその原子になるために必要、その時に出すエネルギーでしたね。だからそれさえ分かってエネルギーさえ変えてしまったらもうめちゃくちゃ簡単なんです。迷うことなんか一つもないです。質量エネルギーなんかもっと簡単なんですよね。めちゃくちゃ簡単です。はい。なのでまあこんな感じですぐ出ていきます。あとちょっと注意事項としては、結合エネルギーが与えられている場合と、各子1個あたりの結合エネルギーが与えられている場合が、ありますから、結合エネルギーだったらこのままでいいですけど、各子1個あたりというふうに言われたら、質量数をかけてくださいね。各子の数だけしっかり掛け算してください。これだけです。よろしいですかね。はい。まあこれを使って、核分裂反応とか核融合反応も同様に、計算することができますから、基本的にはこれを、しっかり理解してくれたら大丈夫かなと思います。はい。細かいトピックはちょっと、またですね、回を分けてちょっと説明していきたいと思います。はい。じゃあ以上です。さよなら。